こんにちは。カナダ在住の山達です。同時にあったトランプ裁判、不倫検察官のその後は、機密文書裁判潰せるということで話をしていきたいと思います。はい、えー、昨日3月1日はトランプ大統領のジョージア州起訴それから機密文書問題起訴の裁判にそれぞれ進展があった1日でした。ということで、これを簡単にまとめていきたいと思います。 今現在のそのトランプ裁判どうなってんだっていう状況なんですが、簡単にまとめますと、4つあるうち3つの刑事裁判の日程が不確実な状態であるというのが今の現状なんですね。えっ、ー、と、この4つどういう状況かっていうのをちょっと並べていきますと、まず一つ目が、ニューヨーク州ポルノ女優口止め料問題っていうことで、 これも3月25日に裁判やることが決まっております。内容はね、あの、どういうものかって過去の動画でいろいろお話ししていますから、そちらを見てもらうとして、まあ、ざっくり言うと、あの、基礎すらしちゃダメでしょうというようなめちゃくちゃな内容ですから、 まあ、あのね、売信員が、そのニューヨークのど真ん中で選ばれるっていうことから、民主党活動家が選ばれる危険性があるっていうのと、あと担当してる判事がゴリゴリの民主党系ですから、まあ、そのあたりがどうなのかなっていうネックはありますが、普通に考えたらもう裁判すらやっちゃいけないレベルのものなので、まあ、そのあたりのこととか踏まえて、結果がどうなるかっていうところは注目かなっていうふうに思います。はい。で、これは裁判やることはもう決まってるんですが、えっ、ー、と、二つ目、2020年選挙と1月6日事件関連の 裁判あのジャックススミス特別検察官による最初の起訴ですねえこの件に関しては今連邦最高裁待ちですよと、あの大統領面積特権がどうなのかっていうお話ですね。あの、おとついの動画でこれは紹介しましたので、なんとなく覚えてる方見るかもしれませんが、まあ、その観点から、まあ、あの選挙前にえ判決出すのはもう無理でしょという状況ですから、まあ、これもあんまり気にする必要がなくなってきてるかなっていう状況ですね。 で、三つ目が機密文書問題の裁判。え、これはまた後ほど詳しく説明しますが、え5月20日に裁判一応予定されてるんですが、もう確実に100%日程変わる状況なんですね。はい。で、まあそれがどこに移るのかっていうところが焦点になって昨日裁判があったんですが、まあその辺は後ほど詳しく説明します。はい。あともう一個がジョージア州の2020年選挙に関する裁判ですね。あの、ファニー・ウィリスっていうね、不倫が発覚して偉いこっちゃになっている、地方検察官の起訴なんですけれども、これあの、8月5日 に裁判が予定されてましたが、まこれも、ね、今その不倫相談で騒動でえらいこっちゃってなってますから、あのそもそも裁判があるのかどうかもわかんない状況、はい、まこのあたりも詳しい話は後ほど紹介するとします、はい。 ひとまずですね、全体的に一つ話を一つしておくと、あの、左翼民主党さんたちは、そのトランプ支持率の上昇っていうのが止まらないっていうことに、とにかく焦ってたんですよね。まあ、なんで基礎連発したらどうなったかって言ったら、これぞまさに、あの、火に油を注ぐ状況みたいな <laughs> 感じだったんですよね。はい。まあ、あの、ガン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 支持率が上がりまくっていったと。で、しかも、あの、基礎連発しまくったもんですから、今、裁判にてカツカツになっちゃってまして、あの、その、 左翼民主党にとって絶対条件一つあるんですよね。大統領選挙前に裁判をやらない、やって、で判決も出すっていうのが一つ絶対条件なんですが、それができない可能性があるんですよね。 ま、これはもう完全にあいつらがアホだったって話なんですが、あの、っていうことになってきてるので、もしかしたらね、えー、っと、このね、プロの女優のやつだけは裁判できて、他3つが全然できなくて、結局ただただトランプの支持率爆上げに貢献しただけっていうね、あいつら何やってたんだみたいな状況になるかもしれない状況になってるっていうのが今現在でございます。はい。 という、まあ、全体的な話は以上にしまして、じゃあ、ここからは、あの、昨日あった裁判のうちの一つ目からいきたいと思います。えっ、ー、と、まずは機密文書問題関連なんですが、フロリダ州の連邦地方裁判所で裁判があります。で、え5月20日に裁判日程設定されていますが、えっ、ー、と、さっきも言いましたが、ニューヨーク州マンハッタン地区のポルノ女優口止め料裁判っていうのが、3月25日にあるんですよね。 で、そこから、まあ、ざっくり言って2ヶ月ぐらいは時間要するんじゃないかっていうふうに想定されていまして、ってなると、現時点の5月20日の裁判っていうのに、もう被るかもしれないんですよね。でも、この時点で、あの、裁判やれないじゃんっていう話になってくるので、えっ、ー、と、民主党側、えー、ジャック・スミス特別検察官側が、7月8日にしたらどうですかっていうふうに提案してるんですよね。これもまたね、嫌なタイミングなんですよ。 ええと、その翌週に共和党の党大会があるんですね。で、その党大会で最終的な大統領候補の指名がありますし、基本そこでその候補がしっかり演説とかをするんですが、このタイミングで裁判始まればトランプ大統領はそんなことやってられない状況になるかもしれないですね。っていう、まあ、完全にそれを見越してのことなんですが、まあ、嫌なタイミングで仕掛けてきてるわけなんですよ。 で、ただこの7月8日に関しては、昨日その担当している判事がね、アイリーンキャノンっていう判事なんですが、まだ最終的な判断下してませんが、7月8日に関しては現実的ではないっていうふうに否定的だったんですね。はい。っていうのは、あの、 まずこの機密文書問題って名前の通り機密情報を扱いますから、あの裁判のその一つ一つの手続きに膨大な時間かかってるんですね。で、えっと一個一個やるのにその両者からあのこれは公開すべきかどうかとか、あの弁護側に見せていいかどうかみたいなことまでやらないといけないので、通常の裁判以上に時間かかってるんですよ。 で、そういう点からも、7月8日に、このね、3月25日にニューヨークの裁判やって、で、5月の末とか6月の頭ぐらいに終わって、その後7月8日に準備っていうのは絶対間に合わないということで、現実的ではないっていうふうに言ってるんですね。で、トランプ陣営は、まあ、まずは大統領選挙終わってからにしましょうよと。 いう風に言ってます。で、それがもし、もしも聞き入れられてないのであれば、まあ、8月とか9月とかそのあたりでどうですかと。まあ、あの、完全にあれですよね。裁判のその、まあ、9月にできたらね、あの、判決先延ばし作戦ができると思いますから、あの、結局そのね、重要な判決っていうのが大統領選挙の後に出る可能性が出てきますから、はい。まあ、その辺はトランプね、陣営の戦い方次第ですけれども、何よりも一つ、今、トランプ陣営が主張してるのが、まあ、当然、選挙、 の、いや、選挙イヤーですから、トランプ陣営としては選挙キャンペーンの障害になるっていうことが懸念であると。で、これが結局、憲法違反になるみたいな話になってるんですね。そのトランプ大統領の演説を聞きたい人々の修正憲法第一条の侵害行為に当たるんじゃないかと。 で、もう一個が、その、キャンペーンのことであるとか、ニューヨーク州の裁判のこととかと踏まえて、あとはジョージアでもしかしたらあるかことかもしれないことを踏まえて、裁判手続きに参加する、そのトランプ大統領の持つ修正憲法第6条の権利の違反になるかもしれないと、みたいな、そういう憲法レベルの話も今しているんですが、はい。まあ、どちらにせよ、5月20日はもう現実的ではなくて、7月8日も現実的ではないっていう話になっているので、まあ、あとはキャノン判事がどれだけそのね、 えー、強さを示してくれるのかっていうところで、まあ、最悪9月スタート。 最高なのは大統領選挙後ですよね。はい。あの、これ過去の動画でもちょっとお話ししましたが、ちょっとね、厄介な裁判っちゃ厄介な裁判なんですよね。機密文書の方に関しては、あの、大統領記録法でね、あの、完全に打ち倒すことができますから、どうでもいいんですが、司法妨害がどうのこうのに関しては、これ潰すのが非常に難しいので、まあ、できることなら選挙後にするっていう風にして、で、まあ、あの、その後トランプ政権発足と同時にジャックスミスすぐ首にして、で、裁判ぶっ潰してしまえばいいんじゃないかと僕は思いますので、はい。まあ、なので、えっ、ー、と、とりあえず、 とりあえずあのこういう状況で今そもそも日程が決まらない状況だよという状況ですね。はい。ねあともう一個ジョージア州フルトン郡の裁判なんですがこれはもうね。 あの、面白い状況になってきておりますね。はい。とんでもないしっぺ返しを食らってるのが、えこの左側にいるのがファニー・ウィリスっていうえ、フルトン郡の地方検察官ですね。まあ、あの、ソロス・チルドレンの一人って言われる土局座検察官です。はい。で、右にいるのがえ、ネイサン・ウェイドっていう、この、えー、っと、ウィリスの一応特別検事法っていうね、まあ、あの、側近みたいな感じだったんですが、実は不倫してましたっていうことが分かりまして、まあ、そういうところから金銭的な関係とかも含めて問題視されているんですね。 で、えっと、もう一回このファニー・ウィルスとネイサン・ウェイドの不倫問題に関する話、簡単に整理しておきたいと思うんですが、えっと、まずですね、2021年11月にネイサン・ウェイドは特別検事法に指名されましたと。で、トランプ大統領の起訴が2023年8月にありました。で、二人の言っていることによると、先生教授書とか、あとはあの裁判での証言によると、2019年に初めて出会いました。その時は仕事、 仲間であり、友人関係でございました。そして、2022年、つまり特別検事法に指名した後に、 個人関係が発展しました。つまり、不倫が始まりました。っていうふうに裁判で言っているんですね。ところが、いやいや、ちょっと待って、嘘つくんじゃねえ、お前らっていうふうに出てきているのがいまして、2021年1月から少なくとも不倫始まってただろうと。っていうか、その前の2020年の段階で、あの、このウェイドがウィルスの家にめちゃくちゃ行ってたっていうこともバラしていると。で、他の人は、いやいや、そもそもなんかセーフハウスって称しているところを税金使って借りてただろうというような突っ込みまで出ている始末で、まあそうなってくると、 まずは不倫問題っていうところで、その利益相反関係どうのこうのっていうところで、そもそも、このトランプ捜査自体どうなのって話になってくるし、さらに言うと、お前ら裁判所に嘘こいただろうって話になるんですよね。いわゆる偽証っていう問題も出てくるので、はい。まあそういう点とかでいろいろ今、あの、しっちゃかめっちゃかになってるんですよね。はい。で、えー、っと、このウィリスに部屋を貸してましたっていうふうに言っていた、まあ元親友かな、は、 2019年から関係が始まっていたことに疑いの余地はないっていうふうに裁判で証言してるんですよね。はい。で、さらに2000え2月23日にはトランプ弁護団の申し立てで、えー、このネイサン・ウェイドのスマホ情報を入手して分析した結果が出てきましたということが報告されていまして、まあそれが決定台になるんじゃないかという状況なんですよね。はい。もうこの結果も簡単にまとめておきますと、 えっと、2021年1月1日から11月30日までの、えー、スマホ情報ですよと。まあ、これつまり、えー、特別検事法に選ばれる前とその直後のスマホの情報を分析してみて、どんなやりとりをしてたのかっていうのを確認したんですよね。そうしたところ、えっ、ー、と、この期間中約11ヶ月間で、えー、12000回のやりとりをしていましたと。 えー、音声通話は2073回。これ、1日6回以上の電話してたっていうことになるので、朝起きて電話して、午前中に電話して、お昼ご飯の時に電話して、午後になって電話して、夕方仕事終わりで電話して、夜寝る前に電話して、みたいな感じのことをやってないと、ちょっと辻つま合わない回数なんですよね。 で、さらにはテキストメッセージ9792通やり取りしましたってことで、1日30通ぐらい。まあ、お互い送りやっこした合計だとしても、お互い15通ず,ずつ送ってますと。はい。まあ、なんで、電話もするわ、テキストもするわっていうので、まあ、どう考えても親密な関係だろうと。 で、さらに少なくとも35回、ウェイドがウィリスの部屋を訪れていた。まあ、これは可能性があるっていう話ですね。位置情報を調べてみたところ、ウィリスの住んでいるエリアにウェイドが何度も来ていたと。で、えっ、ー、と、通りかかった程度ではなくて、その場に静止、つまり滞在していたっていうことで、例えば2021年9月11日、これそのウェイドが特別検証法になる、 前の時に、9月11日の夜10時45分にファニー・ウィリスの住んでいるエリアの中にウェイドがやってきましたと。で、その後そのエリアから出てってウェイドの家に到着しましたよってなったのが朝の4時5分頃。 で、4時20分にテキストを送ってたっていうところも確認されているので、まあ無事家についてはハニーお休みな、みたいなね、そういうテキストを送ってたんじゃないかっていうふうに思われるんですよね。はい。で、さらには、えっ、ー、と CBS ニュースは、えー、仕事の会議だっていうふうに一応ね、関係者の話によるとってことで言っているんですが、えっ、ー、と、このヒートマップ作ってみると、いやいや、夜の時間帯と、あと土日に集中しているよね、と。 それはどう考えてもおかしいですよということで、えっ、ー、と、これは一体全体どういうことなんだっていうところも一つ注目されていましたと。はい。で、裁判ではそこまでこれ深くね、深掘りされてなかったっぽいんですが、まあ、一つその、今後の裁判官の判決を出すときの材料の一つになるんですよね。で、一つ重要な動きがあったのが2月26日、テレンス・ブラッドリーっていう人がいるんですが、この人が、その、 えっと、弁護士依頼人特権っていうのを言っていたんですが、それを否決する判決が出たんですね。で、このブラッドリーって誰かって言ったら、これがそのさっき出てきました、あの内部告発者その1の人なんですよ。で、このブラッドリーはもともと、このネイサン・ウェイドが離婚裁判やってたんですが、その離,離婚裁判をやる前の、えっ、ー、と、相談を受けていましたと。別にその、弁護士として、 えっと、業務としてなんか相談を受けたじゃなくて、言うなら友人同士の関係で相談を受けてましたと。で、まあ、そのない間とか、あとは友人関係のつながりとかで、えー、ウィリスと不倫してますとか、肉体関係持ってますっていうことを知っていたのが小つなんですね。で、もともとトランプ弁護団にテキストでそのことを暴露しましたと。 で、え、それでトランプ陣営がすぐに申し立て書を出して、で、今年の1月8日にこれが明らかになって大炎上したわけなんですね。ところが、え、ブラドリーが裁判所に呼ばれました。裁判になった途端にすげえモゴモゴし始めたんですね。なんかあの、お前は2チャンネルアカみたいな感じなんですよね。あの、ネット掲示板ではめちゃくちゃその、勇ましいのに、現実世界になったらシュンってなっちゃう人とかいるじゃないですか。<laughs> お前はあれかみたいな、そういう状態だったんですが、えっ、ー、と、まあ、その裁判所に出てきた途端に、 すいません、それは弁護士依頼人特権で守られてる内容だから、あの、私の口からは何も言えません、みたいな感じで、証言拒否繰り返してたんですね。で、えところが2月26日に、裁判所が、あの、この、ブラッドリーと直接話をして、あ、それもう対象じゃないよねっていうことになって、で、喋らなければならないというふうになったんですが、そもそもなんでいきなりもごもごし始めたかって言ったら、これもあの、過去の動画でお話ししましたが、ファニー・ビリスが、 このブラッドリーの元同僚を裁判に召喚したんですよね。で、そこでなんか、性加害問題があったんだと、いわセクハラ問題があってどうのこうのってことを言い始めて、ただそこは裁判官が止めに入って、いや、何言ってんだと。このトランプと何がどう関係あるんだ、みたいな感じで止めたんですが、もう、これやった時点でファニー・ウィリス側の主張はね、一つ決まってんですよね。お前なんか言ったら、 この地方検察官としての権限使ってお前起訴するから覚悟しておけよという、まあ言うなら脅迫行為ですよね。ダマットガントどうなっても知らんぞみたいなことをやられたわけなんですが、実はファニー・ウィルスこうやって証人みたいな人たちを、あの、権限使って、あの、圧力かけるのって初めてじゃないですね。このネイサン・ウェイドの元奥さん。 その、離婚裁判中に、ファニー・ウィリスは不倫相手として裁判所に召喚状を出されて、あの、出頭要請が出たんですが、それをぶっ潰すために、ウェイドの奥さんに対して、えっ、ー、と、お前、やってること分かってんだろうなと。私の2020年選挙のこの捜査を潰そうとしてあなたやってるのよと。それってそれはそれで問題だと思うから、私、あなたのこと捜査しようと思うけど、大丈夫ですわよね、みたいな、そういう圧力もかけてたんですね。本当にね、あの、まあ、 極、極差いうか、左翼らしい汚さっていうんですかね。っていうのを見事に発揮している、本当にね、その、権力を持たせてはいけないゴミのような人間なんですが、そういうことを奥さんに、元奥さんにもやってたと。で、それがブラッドリーにも、もう公然の場でやったわけなんですね。 で、まあ、その結果、もごもごすることになっちゃったんじゃないかっていうことなんですが、えっ、ー、と、2月27日、その弁護士依頼人特権が解除されたから、いよいよ喋らなければならないってなった途端に次どうなったかって言ったら、記憶にないを連発し始めたんですね。そのテキストを送った記憶がない。そんな話を聞いた記憶がない。そんな話俺したっけなみたいな感じで、とにかくとぼけ続けたんですね。はい。ま、あの、トランプ弁護団との413通のテキストのやりとりが公開されて、で、裁判所はこれを証拠として認定しましたので、 はい。まだね、そっちが採用される可能性は非常にあります。はい。まあ、でも本当に見るともう雰囲気全然違うんですね。 で、えっ、ー、と、さっき言ってませんが、あの、弁護士協会からのブラッドリーって圧力かけられてるんですよね。あの、2月15、16に、えっ、ー、と、裁判があったんですが、その時に、えっ、ー、と、弁護士協会に直前に、お前何も喋るなという風に圧力かけられてたんですよ。で、当然弁護士協会からこう言われるってことは、それに反することをやると何が起こるかって言ったら、何かしらのイチャモンつけて、弁護士資格停止するぞっていう可能性も十分に考えられるんですよね。 っていうようなことで、まあ、喋られなかった、喋れなかったのかなっていうふうに思いますが、はい。まあ、そんな感じで、あの、何とも言えない状態で裁判終わりました。はい。で、昨日3月1日が最後のそのね、最終弁論だったんですが、トランプ弁護団はとりあえず6つの、 明確な利益相反があるっていうふうに指摘しまして、このファニー・ウィルスと、あと、ネイサン・ウェイドの除名裁、裁判からの除名っていうのを求めたということで、この6つっていうのが、金銭的な利益ですよね。そのネイサン・ウェイドがもうすべて、あの、ね、あの旅行費とか出してたと。で、食事代とかも出してたと。で、これが結局、その特別検事法に選ばれたから、その収入からできることだよね、と。 いうことで、ファニー・ウィリスは自分がこういうただ飯とかただ旅行を行けるようにするために、ええー、まあ、わざわざ自分のその愛する人を選んだんじゃないんですかって話になってきてるんですね。はいで。あとは個人政治的野心っていうことは、そのトランプがやればね、あの自分の気が満たされるわけじゃないですか。まあそういうその、なんでしょう、法執行とかではなくて、ただただ個人の理由でやってんでしょと。で、あとは個人関係と金銭関係の虚偽と隠蔽っていうことで、これはまあその、 え、ウェイドとの関係隠し続けてることがどう考えてもアウトだっていうことを彼らは理解しているから隠してたんですよねと。あとは演説。これもまた過去の動画を見てほしいと思いますが、あの、言っちゃいけない発言してるんですよね。あの、下手すると本当弁護士資格剥奪級レベルのとてつもない発言を公の場でやってるわけなんですが、それに関しても一つ、え、除名の理由になるんじゃないか。 あと、この、ウェイドの離婚裁判で、えっ、ー、と、ファニー・ビリスは保護申し立てをしてるんですね。その自分の発言とか申し立て書を全部封印してくれと。それってつまり、見て欲しくないから、何か知られたらまずいことがあるからっていうところで、そこから、ウェイドとの関係、やっぱり隠したかったんですよねっていう根拠になっている。あと、裁判での振る舞いっていうのは、これはその、偽証したりとか、まあ、いろんなことやってたわけなんですが、そのあたりからも、あの、まずいっていうふうに分かってるからこそ、ああいうことをやったんでしょと。 いうようなことで、はい。じゃあ、あとは、あの、裁判官さん、しっかり判断してねっていうことで、一応、あの、スコット・マカフィーっていうね、判事が今回担当してるんですが、え、2週間以内に判断出しますというふうにしています。まだ判決出てません。はい。ということで、この後2週間以内に判決出るっていうことなので、それが出次第皆さんに紹介していきたいと思うんですが、え、最後にね、この、トランプがやったがためにですね、とてつもない、えー、代償を払ってのはこのファニーウィルスなんですね。え、いろんなところで捜査が始まってまして、 えっと、まず、ジョージア州上院議会、特別調査委員会が設置されまして、もうすでに、捜査が始まってます。え、告発者との接触であるとか、召喚状を使って、このファニー・ウィリスとウェイドのテキストの応酬とか、いろんなことやってますので、これも盛り上がってくると思います。はい。で、ジョージア州の下院議会は弾劾決議案提出していますし、あと、連邦下院議会の司法委員会、あの、ジム・ジさんも動いてまして、すでに捜査始めて、で、内部告発者とすでに接触したというふうに明らかにしています。はい。あと、フルトン軍の倫理委員会は3月7日、 に特別公聴会開くということを発表していますので、一般の人もウェルカムっていうことだったので、多分すごい一日になるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。はい。あとジョージア州弁護士協会は今ものすごい量苦情申し立てを受けてるっていうことで、あのー、まああんまり考えられませんが、もし仮にね同じことをトランプ側の人がやっていたら、100%弁護士資格剥奪されてるんですよ。で2020年選挙でいろんなそのトランプ大統領の弁護士の人たち資格剥奪されてるんですが。 うまくいけば、ファニー・ウィリスにそれを浴びせることができるかもしれないと。普通に考えてね、あの、ネイサン・ウェイドもファニー・ウィリスも嘘つきまくってますから、裁判の場で。こんなもん、資格停止せなあかんだろうって話なんですが、はい、まあ。とりあえず、あの、そんな話が出てきてます、ということで、えっ、ー、と、とりあえず今年2024年、ファニー・ウィリスも地方検察官選挙の対象なんですよ。 なんで、今回の裁判次第で全て失うかもしれませんし、追い風になるかもしれないし、っていうことで、まあ本人もかなり必死なのかなっていうふうに思います。はい。ちなみに、今日、トランプ大統領はですね、3月、えっと、ミシガン州とミズーリ州の、えっと、予備選挙で、民主党大統領候補日記ヘイリーに対象しております。で、これはあの、昼までの状況でもうすでに結果が出ているものなんですが、この後、間補修で、夜になるとですね、またもう一個予備選挙がありまして、多分そっちでも対象すると思いますので、はい。 まあこの辺の予備選挙の話はまた明日に回すとしまして、とりあえず今日はここでお話を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後はジャガ君がとんでもない格好で寝ていたのでお別れをしたいと思います。はい。こんなとこから足、足出すかねみたいなね。えそんな感じで寝ておりました。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。